さあ1回目のセーブ、27、もう半分、1時間でクリアしようと思ったらもう半分か。別にね、大きなミスはねないけど、ややガバがいくつかあったんで。もう戻れない。これはひどい。なかなか死なないね。じゃあ動けるの？やったか。これはひどい。もう何も怖くない。あ、無理じゃね。アイテムも何にも取らなくていいしな、楽だな。直撃させたらかわされるから足元狙ってるけど、やっぱ直撃の方が威力は高いのかな。多いな。振ってくるのやめろ。ケント、鍵もらっていくぜ。俺が欲しいのは鍵だけだ。これ以外いらないから。今回のジルは紳士的だ。紳士っておかしいけど、あの売り物に手はつけないジル。まあ、アイテム欄邪魔なんで、とっとと捨てていこう。今からのここどうなんだろう。後ろのやつ倒せんのかな。ロケランで狙ってくるやつ。逃げるイベント戦だったと思うけど、これね、弾撃ってるけど多分無視した方が早いんだろうなっていう気はしてる。ちなみにここのロケランは即死じゃないんだよね。それはそれで驚き。お前のロケランと俺のロケランどっちが強いか勝負だ。よし、俺のロケランの方が強いみたいだ。もう後ろから来るものは何もないね。まず無限ロケランをもらいましょうだよ。楽ってか楽しい。巨人地図が今どこだ。いいのか。あ、ムービーだ。いってえな。お前のロケランと俺のロケランどっちが強いか勝負だ。いやそしてジルがまた硬い、ね、防御のコインかな。それの効果が素晴らしい。追ってくる追ってくる、ネメシスが追ってくる。ジル、やつを倒そう。ロケランぶちかましときゃいいんじゃね。ここルート間違えたら死ぬよね。左ね、オッケー。ここまっすぐ行ったら死ぬよ、ね、あー潰されないように注意しよう。これ危ないわ。めちゃくちゃね。もうめちゃくちゃね。これはなんだ、振り向かなくていいのか。もうめちゃくちゃね。いやだわマジ。めちゃくちゃ厳しくなってないタイミング。
振り向く時間が無駄なのかな。走った方がいい。これは無視した方がいいな。使い切れてるし。あ、ウスカロス。ノーデス失敗してしまったよ。さあ問題はカルロス編だよね。ロケラン持ってんの？それがわからない。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。うろちょろうろちょろ。一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。さあ32分。どうして？1時間クリアだったらもう半分は超えてしまっている。町を救うためなら何だってやるさ。道間違えてた。じゃあいかよろしく。カルロス編、装備が現状大したことないな。カルロスもロケランもらえるんだったらいいんだけど。どう見ても墓場だな。箱の中にあってほしいな。おい、やる気か？うわあ、ブラッド強い。カードキーがない。これがナイトメアか。あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。バックパックがある。2個ある。ってことはあるか。ありそうだね。頼むぞ頼むぞ。捕まえて、さっさと。ある。じゃあ楽勝じゃねえか。アイテムはどうなんだろう。こんな感じかな。捕まえる、救助するんじゃないのか。ふう、元気になった。これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。家から早よ。カルロス、なあ、さっさとこっち来いよ。これ話しかけないと進まないやつか。いいか、くそ、バードはアンブレラ社の機密を握り、ロスってしまった。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほど、だから救助じゃなくて捕まえるのか。うん、嫌な任務だな。シャッターを開ける、そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。何か分かったら呼ぶ。ここでしなきゃいけないこと、鍵だな。お前もな。鍵取ってプラスチック爆弾か。一体あれは何だ。敵の配置が変わってる可能性があるのかな。まあ即死しないんだったらね。やってる。乗れんじゃねえ。よし、お出ましか。お出ましか。早っ早っ。もう来んの？おめえもう来んのか。ほらびっくりしたぞ。ここには道のな。だいたい死んだな。ここの鍵は3階だったよね。こう飛び出していきそうじゃない。先3回行こうよ。お前も動くんでしょ。
グリーンハーブ、これか、だった。マインスアローがないんだよな。嘘だろ！お前どこにおったんや。でもダメージ減ってるからね、即死がないのが楽。ここいるよね確か。何番だっけ、106だっけ、必要なのは。違う、じゃあ104だ。あ、正解。お前生きてんだろ。いるじゃん。なんというすごいこの扉。はい、開けろよ。あ、こんなところに。後ろから噛むんじゃねえ、前から噛みなさい。さあ、とっとと。ここじゃこれ以上の情報し、組み合わせ使う、調べるじゃない、使う。キョン、ロケランを足元に打ちましょう。そう慌てるな、順番だ。あれ、もう白いのいる。走りゃ無視できるんだ。もう奥にすっげえいる。まあ無視して終わりだけど、ここ入ったら終わりだし。少し時間がかかる。少し時間がかかる。じゃあもう終わろうぜ。いやー、楽だな。てか得点武器なかったらかなりきついな。ね、バイオをやったことあるけどリスリーをやったことない人に初見得点なしナイトメアとかやらしたら発狂しそうだよね。カルロス、マインスアローの弾もらってもしょうがねえんだよ、グレネードランチじゃねえから。あれ取ってなかったらここにグレネードある。あーっと、5秒はロスしたな今ので。なるほど、救済ありだ。念のために一発多めに。なんかもう死んでるんだけど。死体が降ってきたんだけど。やつはまだくたばってない。ここから逃げなきゃ。さあって、マインスアローがないからね、はめれないかもしれないね。イベントバトル。よし、パレットダウン、1500ポイント。よし、そこだ。やったぜ。カルロス、あ、ゴールに近い、ナイス。もうこんな時に故障するなんて。まだいけない、まだいけない。よし、必ず。タイル、バードはどこだ。
もういきなり取りに行こうよ。ね、マグナムも取りに行かなくていいわけだからね。相手を捨ててしまわない。おい、いきなりリッカいるじゃねえか。やめろよ、そういうの。あのマグナムを取りに行かなくていいってだけでだいぶ楽だよね。アイテムチェック、アイテム欄もうちょっと開けといた方が良かったのかもしれないね。まあ最悪、すげえこのガラス、どんな耐久力してんだ。必要なのはワクチン構えちゃった、こいつ動かないんだよね。やっぱりまだね、配置が変わるのがあるから、そこだったんだ。死んで、セグハラの容疑で逮捕する。あれ、中庭だから、これ先こっち来る必要ないんだな。あー、まあ1分ぐらい無駄にしたな。現在さ43分、1時間クリアいけるか。ここだっけ、もう一個奥だっけ、あるの。あったあった、合ってるね。こっちか。特典装備がないとちょっと地獄だねこれ。と捨てる。どこだっけ？ここは死体だろ。セキュリティカードを普通にロッカーに入れとくのやめろよ。かわいそう。驚かせやがって。それだけ感想。なんだこの、わあ！ナイスパンチ。ゴリスか。この辺に適当にぶち込んだけど死ぬだろ。リッカーじゃねえかよ。あ、いるいる。すごいいる。楽しそうで何よりです。急に湧いて出てくんなよ。知らないやつ、知らないやつ。あの一発ダメージになってなかった。あれ、カセットテープしかない。レコーターどこで飛んだっけ。スルーしすぎて分かんなくなってる。ひどい。あ、やっべ、これは RTA としてガバですよ、ガバ。こういう時はね、ここだ。これこれ、よし、時間が止まる。あぶね、ガバだこれ、ガバ。
テープレコーダーどこだっけ。ガバすぎる、ガバすぎる。オッケー、大丈夫だ。おう、いやーね、タイム止まってくれるところがあってよかったよかった。復活してる？ここ開いたよ。まあもう戻ってこないから無視だけど。ここかな？受付で本体があるはず。あ、あったあった。スルーしてた。組み合わせ。はい、飛ばせない。書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエルバードだぞ。私の死んでる。バード博士、タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは今探してる。 PC があるはずだ。PC があるよ。それで調べてみよう。メール、スクリーンセーバーついてるけど、最近ってスクリーンセーバーないのかな。当たった。ワクチン発見。が、頑張ってる。さあ48分、あと12分でクリアできるか。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今から長いよね。籠城戦でどれぐらいのタイムじゃないといけないのかな。さあ路上戦だ、急げ。もう大丈夫だ。武器を調達しないと。お楽しみはこれからだ。お楽しみはこれからだ。窓際に順番にロケットランチャーをぶち込んでいくだけの簡単なお仕事始まります。未経験者歓迎。簡単な軽作業です。窓に向かって順番にロケットランチャーを打ち続けるだけの簡単なお仕事です。女の子の多い職場です。簡単すぎる。停電早う。電気ってやっぱ時間経ったらもう一回使えるようになるんだ。どんなにすごいバッテリー使ってるんだろう。何製だろう。東芝製、ソニー製、カプコン製。登ってくる途中に死んで、登り終わってから消滅するゾンビの鏡。まだ次のイベント進むの。まだ50分、あと10分。
よし。マジか。ブレーカーを探せ。どこかにあるはずだ。お前いつの間に入ってたんや。ムービーの間に勝手に入ってくるのはやめろよ。いなかっただろさっき。はい、ここに来た時に45分ぐらいは行っとかなきゃダメなのかな。あ、爆弾作っとくか。さっき暇だし。あったあった爆弾。もうカルロスはこれ以上使わないからね。アイテムの整理とかしなくていい。これも倒した数なのか時間なのか、ね、その辺ちょっと分かってないな。もう一回ハンターがどっかで入ってくるんだよね。経験者求む。新人には荷が重い。したぐらいでイベント進んだと思うんだけど。ほら防御のコインなかったらこれ即死の可能性あるから、ほんと怖い。お、だいぶ降りてきた。もう53分、50分ぐらいで最速クリアしてるからね。負けた。爆発まで耐える。はい、ご苦労様です。カウント早くしてくれて私は一向に構わんよ。さらば背景ゾンビさんと。さて、ジルは全てを無視していけば55分ってところか。ジルスタート。